デクインシーは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、カルカ州郡北端の町。2010年国勢調査で、の人口は3235人。レイクチャールズ都市圏に属する。カルカ州郡の北端、北緯30度27分3秒、整形93度26分8秒、北緯30.45083度、整形93.43556度。 30.45083-93.43556に位置する。ルイジアナ州道12号線と27号線が街の中心部を走っており、近隣都市までの距離は12号線でキンダーまで東に36マイル、テキサス州、デューイービルまで南西に22マイル27号線では、デリッターまで北に31マイル、レークチャールズの西9マイルにあるサルファーまで17マイルである。 アメリカ合衆国国勢調査局の調査によると、町の総面積は3.2平方マイルで、すべて陸地である。2000年国勢調査では、デクインシーの総人口は3398人で、世帯数1332世帯、家族数は916家族である。人口密度は1平方マイルあたり1066人、総住宅数は1500軒で、 平均個数密度は1平方マイルあたり470.6個である。人種構成は白人79.25%、アフリカンアメリカン19.07%、ネイティブアメリカン0.53%、アジア系0.13%、その他0.18%となっており、2つ以上の人種カテゴリーに属する人は0.79%、ヒスパニック、または ラテン系は全体の0.82%である。1332世帯のうち、18歳未満の子供が同居する世帯は全体の33.8%、夫婦が同居する世帯は51.1%、未婚女性が世帯主の世帯は14.6%で、未婚者が世帯主の世帯は31.2%である。単独世帯は、 全体の28.8%で65歳以上の独身者がいる世帯は15.1%である。1世帯あたりの平均人数は2.50人で、1家族あたりでは平均人数3.06人である。年齢構成にはばらつきがあり、18歳未満は27.1%、18歳から24歳は9.4%、 25歳から44歳までは26.8%、45歳から64歳までは20.8%で65歳以上は15.9%平均年齢は36歳で、女性100人に対する男性の割合は86.9人、18歳以上で、あれば女性100人に対し男性80.7人の割合となっている。町の一世帯あたり、 平均年収は26,802ドルで、1家族あたりでは34,712ドルである。男性の平均年収が35,893ドルなのに、対し女性の平均年収は17,778ドルで、1人、あたりの年収は13,847ドルで、ある。女性の14.2%、 総人口の19.1%が貧困線以下で、そのうち24.7%は18歳未満であり、15.2%は65歳以上である。デクインシーはもともと鉄道会社で働く人々が住むために作られた町であり、今でもカンザス式サザン鉄道やユニオンパシフィック鉄道は住民の主要な勤め先である。林業も長らく地域経済にとって、 不可欠なものであった。デクインシーには、テンプルインランド社の南西ルイジアナ製材部本部が置かれている。デクインシーインダストリアルエアパーク空港周辺には、サーモプラスティックサービス、リサイクルインク、ユナイテッドオイルフィールドサービス、パラゴンプラスチックシート各社の施設もある。カルゴンカーボン社は、空港周辺に活性炭製造工場を建設する計画であったが、 環境問題があり、計画は遅れている。1964年1月29日、グランドアベニュー校が、ルイジアナ州キャメロンのオードリーメモリアルザカとの試合で211対29で勝利したが、これは、男子高校バスケットボール試合史上最高スコアで、あった。アメリカ合衆国郵便公社が運営する、デクインシー郵便局がある。デクインシーの北3マイル。 ボーリガード軍の非法人地域には、かつて、ルイジアナ州公安強制局が管轄する刑務所シー・ポール・フェルプス強制センターがあったが、2012年11月に閉鎖された。カルカ州軍公立学校が以下の公立校を運営している。レクインシーはたびたび風刺ライターポール・ホーナーが発するニセニュースの標的となり、そうしたデマはネット上で広く拡散した。 デマの内容は、町が、韓国系の人を出入り禁止にした、学童に拳銃を支給した、銃婚を許可した、トゥワークを禁止した、危険ドラッグ、バスソルトでゾンビになった人々によって、町は壊滅したなどといったものであった。レクインシーの町長ローレンス・ヘナガンも、ネットデマの標的となった。これは、火災現場で祈りを捧げた。 消防団団長を町長が30日間投獄した後で解雇したという内容のデマ記事で記事内で町長はロアナ・ジョーンズアフリカ系アメリカ人無心論者消防団長はロニー・エドワード39歳となっていたデクインシーのバプテスト教会で役職者でもあるヘナガン町長は消火活動中に祈りを捧げることに問題はない団長の祈りに 自分も加わりたいとコメントした。また自分がなぜフェイクニュースのターゲットになったのかわからないとしながらも記事に書かれた人名が本当の名前ではなくいずれも偽名であることから法的措置は取らないと発言している。ウィキメディアコモンズにはレクインシーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。